Clube Espanhol. ついにこう今日キックオフをしていきたいなというふうに思っておりますので、今から3時間ですね、説明させていただければと思います。申し遅れました。私は事務局を務めております日本 IBM の岡田と申します。よろしくお願いします。中盤にしていければというふうに思いますのでよろしくお願いします。で、今日初めて話す、方々ばかりですので、ちょっとこう私の思いなどをお伝えできればなと思います。イノベーションラボをやろうということで、とか親しんでいただいているお客様の方がトップチームは、年間でチャンピオンを取ったことがない。いい実感をしているところでございます。はい、もっと静岡を盛り上げていきたいなと思っていただくことになりました。UGC を獲得面でもありますし、いわゆる金融的なファイナンス的なところのお手伝いをいただくような方々もいらっしゃい、国内にいる方々は気づかなかったけど、海外にいたらもサポートできればなというふうに思っております。よろしくお願いします。ちょっと仕事はもうちょっとやろうと思いますので、よろしくお願いします。はい、今年中に今ちょっと仕込みなんかをしてますので、またそういった立場でも皆さんの方を見てですね、応援できればなというふうに思いますので、よろしくお願いします。私の立場として、行政、静岡市のこのスポーツ交流課の中に、ホームタウン推進係という係になります。やっぱり これ大きいかもしれないんですけど、環境活動を通じてエスパルスにその経済効果のですね、ブランド価値を高めようということにチャレンジしてきました。で、私なりに、すみません。まずちょっと会社紹介からさせていただこうかなと思っております。ちょっと写真見ていただくと、これ実はエスパルス、すぐそこにあるドリーム、プラザの熱狂部っていうところがすごくもう最終ゴールかなと思っていて、プラスプラススポーツインキュベーションというスポーツに特化した会社をもっともっとコンテンツをお客さんが勝手にいじって仕組みはもうできていると思いますので。さまざまなものを、私がどうしてこういうふうなことをやってきたかということが、多分今日の思いにつながるのかなと思って、あえて、新しいのページに、200万枚を超えるサービスにはなってます。で、よく言われるんですけど、なんで皆さんがやっぱり売り上げゲットしないとなと思ったら、最初の同時利用だけで。今は、月、火、水、木、それから日。で、小中学生の話になりまして、で実は今年の3月にですね、記者会見の少し選定をして、こういったバスケットボールチーム、ラビーリーグを目指すチームをやってまして、5年前に、農業ベンチャーを立ち上げました。でこれをやりながらですね、実はいろんなその地域の農業の的にもそのこのままおやりになられてはいかがでしょうかぐらいトマト農場がありまして、そこも担当してました。で、ここはあそこはですね、ちょっとエスパルスと比べてはですね、はい、以上のごチームと皆さん、メンターの皆さん、そしてエスパルスの皆さんと一緒にこのプロジェクトを組んでいきたいと、こういう声でいきたいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、これでもすごい下焼いて本当にありがとうございました。どの口も初めてのプロジェクト